新海海陽くん2歳。外に出るときは太陽の光を遮断する防護服が欠かせません。色素性乾皮症という病気で、まあ、XP とも言いますの A 群っていう、まあ、一番その中でも症状が良くない種類になります。色素性乾皮症は紫外線を浴びると皮膚がただれ、高い確率で皮膚がんを発症する病気。国内の患者数は300人から600人ほど。原因不明な部分が多く、治療法も確立されていない難病です。そしてこの病気の怖いところがもう一つ。やっぱり言語は全く出ないですし、歩くのも転んでしまう、不安定なんですね。だからよく転びます、すごく。紫外線を避けて生活を続けても徐々に身体機能の低下が始まり、30歳前後で生涯を終えると言われています。一日が大事だけど、その一日一日が成長につながってる一日ではなくて、悲しみにもつながってってるっていうのはどっかにあるんで、いつも怖いですね、毎日が。頑張って積み重ねることは大事ですけど、頑張って積み重ねて今を楽しく生きたいなってすごく思うようになってますね、僕は。海陽ありがとうです。海陽が病気でこうやって私の元に生まれてきてくれたことによって、一日がね、すごい鮮やかになった気がします。一日を考える、どういうふうに過ごそう、一日っていう単位もしっかり考えるようになりました。本当に海陽のおかげだなって思います。もし生きる時間が限られていたらどう過ごすべきか、難病色素性乾皮症と戦う海陽くん家族の一日に密着しました。うん、食べていいよ。海陽くんはお父さんとお母さん、お姉ちゃんのひなちゃんとお兄ちゃんのゆうみくんの5人家族。朝ごはんはみんなで食べます。このグリーンスムージーみたいなやつは抗酸化ヨーグルト。この病気って思った時から食べてるんで、いろんな人に言われた抗酸化の自然素材みたいなのを入れて、まず本当に分かってないんですけど、海陽の体は酸化した体、ストレスとか紫外線とか酸化したものを僕たちで出すんですけど、それができない、脳でできなくて抗酸化物質が溜まって老化を、どんどんだから老化をしていくというか退化していくっていうのもあるらしいので、原因も治療法も見つかっていない色素性乾皮症。医師から処方されている薬もなく、すべて手探りなのが現状です。朝ごはんを食べ終えたら大好きなお姉ちゃん、お兄ちゃんとの時間。一番お調子者、ねえねたはめっちゃ仲良しして、こいつは意地悪するから。海陽くんが太陽に当たれないことを理解している兄弟たち、多くの時間を家の中で過ごします。それでも紫外線対策は欠かせません。カーテンを閉めなくてもいいです。そうです、カーテン閉めなくても大丈夫です、紫外線という意味では。ガラス自体は普通のガラスというか、まあ、家のガラスなんですけど、全部フィルムが貼ってあります。どのガラスにも全部、多分入り口の屋根とかも全部紫外線が通らない透明の屋根になってます。普通の家はね、日よけでつけるものですけど、海陽にとっては日よけというか、もう命に関わるものなので。これらの設置は全て自費。海陽くんのおじいちゃん、おばあちゃんにも資金を援助してもらいました。午前9時30分、海陽くんを連れてお兄ちゃんを幼稚園に送ります。海陽くんが外に出るとき必ず使うのが紫外線測定器。
もう今これ2300とか、普通の人はこれが500ぐらいで日焼けするって言われてます。海日はこれを100台、200いかないぐらいだったら、まあ100っすね、100で生活してます。そのため手に靴下を履かせ、賢い海日は、うん、あ、いいよいいよ、何、うん、靴、これ帽子、頭には防護マスク、紫外線が直接体に当たらないように頭の先から足の先まで全身を覆います。これが通常です。これ手作りですか？これ手作りです。もう1年使ってしまったので本当にボロボロなんですけど、このね、ここにゴム入れてあるんです。脱げれないようにしたっていうか、ここで引っかかるようにして、海日の力だとそんなに取れないようにしてます。でもそれも試行錯誤ですよね。そうです、もうだってこれ6作目になります。6作目、はい、現在は7作目を制作中。紫外線をカットする透明のフィルムは曇りやすく、通気性の悪さが一番の課題だそうです。お兄ちゃんを幼稚園に送り届け、やってきたのは公園。ここ大好きなんです。飾りたいね。上手上手。上手じゃん。よいしょ。そんな楽しい時間も気になるのは紫外線。まゆさんが思い出に残すのも。なんで写真撮ったんですか？写真はこの時期にこれぐらいっていうのを記録するために、こう外に出たらなるべく撮るようにしてるんです。見返すと、あ、これぐらいの時期この遊びしててこれぐらいの数値だったねっていう風に思えるので、なるべく記録に残してます。夏はもう顔が真っ赤になっちゃいます。もう本当に熱中症状態になっちゃうんで、外に出るともうそれだとすぐに帰ります。外そうとしないっていうのはこうやっぱり理解してるんでしょうね。そうですね、我慢してくれてると思います。多分ちっちゃい時の記憶がない時からずっとかぶって手に靴下だったんで、なんとなく分かってるのかなと思います。それもごめんねって思いますけどね。本当に海陽くんが生まれたのは2020年。海を照らす太陽のように輝く人になってほしい、そんな思いを込めて海陽と名付けられました。小さな体に異変が見つかったのは生後2ヶ月の時。雪山に遊びに行って、次の日にすごい日焼けをして、病院行ったら日焼けだよって言って、いやちょっとまだ弱い時にかわいそうなことしたねっていうのを言ってて、1週間ぐらいしたらもう治って、10日1週間で、でその後公園で 2時間ぐらい日向ぼっこをしてお姉ちゃんたちは遊んでて、次の日にまた顔が真っ赤っかになってしまって、そこでもうなんか怖さと涙が止まらなくなって、その後大学病院で告げられたのが色素性乾皮症、死に至ると言われる難病でした。いや言葉には出せなかった。もう分かんない、毎日怖い、自分の息子を失う怖さとか、怖い怖い怖いですね。自分の息子がまさか、信じられないとかっていう気持ちでしたね。この海陽くんにメッセージを送るとしたら、海陽、それはちょっと泣けてきちゃいますね。その本当生まれてきてくれてありがとうしかないですね。たくさん言いたいことはあるんですけど、もうその言葉すらやっぱ出すのに力が出ますね。けど生まれてきてくれてありがとうっていう気持ちですね。それを本気で言える毎日を過ごしたいと思ってます。父としても一番最初に聞いた時は2日間ぐらいずっと泣いてました。もう全部の涙をそこで置いてきたんだなって思うぐらいずっとずっと泣き続けなんですけど、本当にこれは忘れられないんですけど、海陽が横にいてずっとこうやって横になりながら、海ちゃん死んじゃうってすごい泣いた時に、息子と娘が私のところに来て、
ママでも海陽はまだ今生きてるよっていう風な話をしてくれたんです。そう、今生きてるからって、そう、もう本当にその通りだなと思って、そこから一切泣いてないです。それでもすれ違う人の言葉に傷つくこともあります。奥さんもよく夏なんかにそんなに苦しい格好させてまでコロナ気にしないでよとかって言われたりするので、コロナじゃないんですよとか、そういうのじゃなくて太陽に与えないの、そんなわけないじゃんみたいなこと言われることもあるし、そんな色素性乾皮症の理解を深めたいと、まゆさんは定期的に講演会を実施。あつしさんは YouTube チャンネルや Twitter、Instagram を開設。うみひくんの日常を積極的に発信しています。でも治るためにこの頑張って楽しんでる毎日を見てもらって、その中にこんな頑張ってる子たちの未来を消さないようにしたいって現れる人ができたらいいなって。僕にはその治すことはできないので、治す治療薬を作ることはできないのでと思って、こういうテレビの取材を受けたりとかは積極的にしてるっていう現状ですね。治療につながるヒントを得るためにも、まずは多くの人に病気について知ってもらいたい、そんな思いで続けています。午後4時、家族全員揃ったらみんなで晩ご飯です。で、海、いただきます。今日もお母さんお手製の料理が並びました。でもまだ夕方の4時前、ずいぶん早い晩ご飯ですが、今日は夕方になるのが、紫外線で出れるのが5時ぐらいなので、まあ、5時からみんなで公園行くか海行きたいっていうのがあって、まあ、僕たちそこからのがやっぱ自由に普通になれる時間なので、先にご飯食べてその後遊びに行きたいっていう気持ちなんですね。そう、これからが家族みんな待ち遠しかった時間。今から海日の時間だね。せーの、ボン、行こうぜ行こうぜ。お、見える、いっぱい見えるね。嬉しい。何よりも海日の顔がみんな見えるのが最高だね。海、紫外線量が少ない日没30分前は防護服を着ずに外で思いっきり遊べる時間。いつも多分奥さんも持ってるかもしれないけど、なんか天使かなって本当に思うよね。なんかひなのこともゆうみのことも僕のことも前のことも絶対に守りに来た子だなって思ってます。でもやっぱり海日の人生を自分で選んで自分で進める普通の人生を歩ませてあげたいっていう、めちゃくちゃわがままな親バカ心を僕は叶えたいなっていうのが僕らの思いですね。海陽くんへの思いは兄弟も同じです。海陽くんの好きなところ、海陽が笑ってるところ。笑ってるとこ、笑うところかも。笑顔あふれる普通の一日を過ごすために、完治を信じて家族は明日も走り続けます。この番組は公益財団法人日本財団の提供でお送りしました。